家事、ヘンリク・ルボミルスキは、オーストリア領が立ヤのポーランド人貴族、政治家、特使家。ルボミルスキ家の公、公爵。プシェボルスクの第二代オルディナト。ヘンリク・ルボミルスキ公とその妻のテレサチ・アルトリスカ、公女の間の長男として生まれ、ウィーンとプラハで教育を受けた。1848年革命の際には、プラハで開催されたハンスラブ会議には、 ガリツヤ代表として出席し、1861年には、帝国議会議員となった。1869年から1872年に、かけ、レンベルクのオッソリネブーム民族研究所の理事を務めた。1870年、父ヘンリクとユゼフ、マクシミリアン・オッソリンスキー伯爵が生前に交わしていた、協定に基づき、巨城プシェボルスク城の美術、 古物収集品と蔵書を、オッソリネウム内のルボミルスキ公爵博物館に寄贈した。1872年に創設された、クラクフアカデミーの創設者にも名を連ねた。1853年に、アンジェイ・アルトゥル・ザモイスキ伯爵の娘、ゼツリア・ザモイスカと結婚し、マニニナン参所の5人の子女を設けた。長男のアンジェイ・ルボミルスキと次男のカジミエシュ、ルボミルスキは、 共に政治家として活動した。ありがとうございます。